はエルカチャンネルのショーです。今仕事から帰ってきてたんですけど、どうも暗いんですよ。暗いって、ライトをつけてたんですが暗いんですよ。で、今家に着いたので、ちょっと見てみたら、案の定です。この間交換した、バルブの片方がついてません。ちょっと見てください。はい、こっちはついてるんですよ。ほら、こっち分かります？本当はここがついとかなくちゃいけないんですけど、ついてないんです。で、これちょっとこの間から調整何もしてないので、ちょっとこうやって動くんですけど、ほら分かりました。接触でつくんですよ。ほら、こんなガタガタしてるから、段差でついたり消えたりしてるんじゃないかなと思います。途中途中なんかこう明るくなったりしてたんで、でちょっと今からするわけにもいかないので、明日またちょっとやってみたいと思います。では、ちょっと開けていきたいと思います。やべ、車ヘッドライトの中にカメムシが入っている。そしたら、ヘッドライトを外して、ちょっと見てみたいと思います。振動で、接触不良を起こしてたみたいです。なので今からちょっと調整していきたいと思います。とりあえず今調整しましたんで、ちょっと点灯するか確認してみます。あれ、つかない。おかしいな。玉切れしてますね。買って取り付けて何日だったらですね、早い。
じゃあとりあえず今応急でちょっと違うハロゲンバルブつけたいと思います。ただまあどっちみちちょっとイエローが欲しいんですけど今手元ないので、とりあえず向こうもう一個についてるイエローをこっちに持ってきて、で向こうにちょっと白っぽいやつをつけます。緊急事態です。向こうのヘッドライトを、取り付けようとしてたんですけど、ヘッドライトってこのステーが2本で、ヘッドライト固定してるんですけど、2本目を取り付けようとした際手が滑って、中に落ちました。今から救出大作戦決行です。針金で釣り上げます。なんとか一発で取れました。オッケーですね。とりあえずついてます。また今夜ちょっと見てみたいと思います。はい、じゃあ夜になりましたのでちょっと見てみたいと思います。そうですね、両方ついてますね。ただやっぱり黄色が欲しかったっすね。残念。まあ、こっちでも悪くないんですけど、やっぱりちょっと雨が降ったりってした時に、視界が悪くなった時はやっぱりちょっと黄色の方が見やすかったんですよね。一応今壁に当たってるのでとこんな感じですね。やっぱこっちの黄色の方がいいですね、僕は。はい、じゃあそういうことでちょっとまた近々黄色のヘッドライトバルブを買いたいと思います。ちょっと切れるの早かったね